この後バーンって言ってここでジャンプするの。この後めちゃくちゃリアル。あ、リアル。あーっと、いろいろ思い出しちゃうからやめよう。それはっぽいのも。どれ？違う、あれニュルブルクってなかったっけ？どっかにニュルありましたよ、うん、ニュルあるけど、これあれなんじゃない？10分ぐらいそれ10分ぐらいフリーランで走ればいいんじゃない？あ、フリーランで走ね。ニュルブルクはなかった。これだよ、ニュルブクリンク。きたー、20キロ、ノルトシュライフ俺はここで、あの過去にめちゃくちゃ走ったよ。あれ、あれ BM なんかあれ、枯れた BM が、あれポルシェだっけ？ BM だよね。 BM のサンクラスちょっと古いね、90年代の BM を、うん、あのここで廃車にしました確かに、なんか貸していただいてね、乗ってきないよみたいなの言われて、あのその当時のね、はい、ある方に、はい、僕あの F3 で開幕戦、しかも F3 のユーロ選手権になって、はい、日本人で初めて優勝したんですよ、はい、初めて優勝しました、はい、翌週にちょっとじゃあ浩平ニュルに遊びに行こうよと、うん、ちょっと俺の車でね、ちょっとニュル走ろうよって言われたんで、うん、いいっすよって言って、ちょっと浩平に運転教わりたいんだって言われて、はいはい、言われてニュル行ったわけですよ、はい、ニュル行きました。ブーンって走り始めて、多分3分の1行ってないよ多分ね、これちょうど映像で分かるかしらないけどこの辺だよ、ここ俺そこにね、その人横に乗せながら結構パンパンとシフトダウンしていい感じにこう入ってたの、はい、そしたらやっぱちょっとほら下りながらのヘアピンだからちょっとリアが出るわけよ、うん、はい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 、ちょっとオーバーステアっぽくなって、あでもアクセルコントロールしてうまいことこうドリフトでふーんって抜けてったの、うん、ふって前見たら縁石がすげえ高いのがあって、うん、これどうかなと思ってボンって引っ掛けた瞬間に引っ掛かりながらのこっち向バババババババって言って360度車があのあのこれぐらいの長さがあった車がこれぐらいになっちゃっていや本当になんキロぐらいあるんですか、ここは。ニュルは、多分グランプリコースと旧コース入れると多分一周24キロぐらいあるのかな。やっぱり20キロ以上あるってこと。20キロ以上ありますね。よく一周するのもなんか、はいはい、だって速い車でもなんか5分6分とかすげえ速い車でも、いやもうそれこそあれだよ、もうあのプロトタイプカーみたいなので一周6分とかじゃない、うん、で逆にまあそのまま3シリーズでもいいんですけど、うん、普通の車だと、うん、だいたい何分ぐらいかかる。まあ9分とかいければいいんじゃないかな。10分切れば早い方だと思いますよ、はい、じゃあもしかしたら今10分走るかもしれないってことですね。はい、はい、頑張ります。行きましょう、はい、じゃあこれ解説しながらいきましょうか、はい、ね、はい、じゃあこれニュルのね、こうスタートする、これね急コースだよね、これね、まだね、これあの背景とかちょっとあれだね、景観はどうなんですか、結構リアルなんですか。いやめっちゃリアルで、あこうやっていけばよりリアルだね。こんな感じ、本当に。いやニュルこんな感じですよ、はい、で最初ちょっと下りながらの左ですね。これあれかな、グランプリコースないバージョンかな、旧コースだけだね、ノルドシュライフって書いてあったから。そうすると、うん、いやちょっとすごい見にくい、あこれでいこうか。それだと、うん、20キロぐらい、さっき24キロ20キロぐらいなんじゃないですかね。はい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 、 OK よ。これこの画面の方がいいかな、森重ちゃん。どっちでもいい。あでも広く見れた方がこの方がいいですよね、多分ね。事故った時のあのアンに事故れって言ってますアンに、ね、あの34を配信しろって言ってますよ、これでもあれだよね、ぐしゃぐしゃにはならないよねこの車ね。あ、まあ、ゲームこれは見た目は変わらないですね、はい、ひっくり返るだけ。あそれでもひっくり返る絵を押さえたいですよできるかなその再現なかなか難しいと思うよ。でも遠赤は多分実際よりちょっと低い、としたらいやでもねこんな感じですよ。あこんな感じ、でもめちゃくちゃリアル。あリアル、このね路面のこのアンチレーションとかもすげえ似てる。まあ、間もなくジャンピングスポット来ますよ。この後バーンって言ってここでジャンプするの。この後ここは本当は一瞬こうブレーキを入れるの、ブレーキ入れてジャンプしないように、まあ、ちょっと今だいぶゆっくりめで行ったけど、うん、あそこねポルシェとか他の速い車で200キロ以上で走るとビヨーンってジャンプするの。あそこ今は一応表示上で100キロちょいだもんね。そうですね、はい、でこの後左の高速コーナーがずっと続く、まあこの後かな、もうちょっと先から、もうちょっと話題の、はい、話題の、はい、ここまで平手浩平は小宮山さんと、いやニュルっていいねとか、やっぱなんか古いサーキットの方が味があるよねとか言いつつ、あ
もうすぐあれですね、折り返しっていうか、あの最初のセクター1切れるところですよね。あー来た来た来たって言ってブンブンってシフトダウンして、この辺からリアが出たわけですよ。ちょっとあー出そう出そう出て、あーだってここで、あーほんとだよー、ここで360って本当に高いね今ね、遠赤高かったね、高かったでしょ、ちょっと戻って、遠赤が本当高いね今の、戻ってみようか、あそこだけ確かに、ここのね、ここ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 本当に、あ、本当高いね、見て見て見て、45度とは言わないけど、うん、ほら、もうこの映像で見ても分かるけど反り立ってるでしょ、こうやってこれ確かにグリップなくなるよね、これね、多分ね、おそらくね、この辺でね、リアが引っかかった、この辺でこの辺で、いやー今日めっちゃ気持ちいいですね、ニュルね、いいよね、味があるよね、いいっすねーって、あ、この辺あれじゃないですか、ちょっとしたらヘアピンですよね多分ね、あ、来た来た来た、流れて流れて、あ、行けよ、ブンブンシフトダウン、あ、いい感じに、あ、リアからね、こう、おお、いい感じ、あ、いで、あーっとコヘ何が起きたの、いやー、やっちゃったー、小宮山さんすいません、本当にそうだったの、本当にそうだったの、その時もうだいぶだいぶもう放心状態ドーンって、とりあえず自分生きてるなっていうのは分かってで、小宮山さんもなんか無言で、え、大丈夫とか言わなかった、小宮山さんも無言だったこんな感じで、こんな感じで、もう今ね、こんな感じで寂しい感じで、こんな感じの寂しい感じでの、そのもうね、あのね、止まったところはもう本当に鮮明に覚えてるけど、もうね、このブリッジあるじゃないですか、はい、ガシャガシャガシャンって多分360度して、多分ね、おそらくね、この辺にね、この橋越えたあたりにこういう風に止まってたもうこういう風にもうでも、もちろんこんな綺麗な感じじゃないですよね、もう全然もう車としてはもうぐしゃぐしゃで、いやでも本当にはい、ね、そのまあね、BMW の3シリーズと車の安全性も高かったってことですよねまあね、それがなかったら今ここにいないわけですから、あなた、そうですよ、逆にそのね、小宮山さんに怪我でもさせたら、だからやっぱりここにいないわけですから、本当に、はい、ぜひ出ていただいて、あの公開設定していただけるとよろしくお願いします、ご連絡はこちらまでお待ちしております、こちらまでお待ちしております、小宮山さんお久しぶりに会いたいです、はい、ちょっとぜひ連絡ください、よろしくお願いします、はい、まあ、ちょっとじゃあこれコース説明して、ここからね、ここすごいね、ここすげえね、縦地が来るの、あのニュル、あの、ね、あスパのオールルージュ上がるみたいにガーンってすごい縦地が来て、ここね気をつけないといけないのが、この後ね、ほら今ちょっと S 字こう続くんだけど、うん、俺これ顔面見ると難しいな、こっち見よう、はい、ここもね、あのハイスピードからブレーキングして上がってきます、はい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 、ここ結構低速コーナーのちょっと S 字っぽくなって、うん、でこっからねセクター2なんだよね多分、あの縦地って結構あの、ね、びっくりしますよ、慣れてないよね、体がね、縦地って、だって普通 G ってもう前後ろ横しか来ないんだけど、上からガッて首が押さえられて、こう亀みたいにギューンってなるんですよ、本当にギューンってノコノコみたくなっちゃうってことね、ノコノコみたいにニョッってね、そうニョッってでね、このねニュルでね結構難しいセクションなんですよ、今これね走ってるところなんですけど、結構ね低速でねグインって曲がりコーナーがこの辺続くんで、ていうかやっぱり、うん、ちょっとコース分かってるよね、ブレーキのタイミングとか見てて、いやそりゃそうだよ、ちゃんと手前踏んだりしてるって、そりゃそうだよ、俺コース分かってるってすごいね、やっぱり俺ここのコース200ラップぐらい乗用車で走ってるからね、今度じゃあ YouTube の比較で、え、ニュール走りに行く、ニュール走りに行く、いやそうね、3シリーズ借りて、いやもうなんかいろいろ思い出しちゃうからやめよう、それはちょっとその時にね、ぜひ小宮山さんに来ていただいても、はい、いろいろ思い出しちゃうからもうビビっていけないよ、あのコーナーはい、これね、こうニュルで一番の有名なコーナー来るよ、森重ちゃん、はい、ここ、ここのあのバンクがあると思う、はい、ここです、ここです、ここです、はい、皆さん見てください、はい、これすげえ、ここのバンクは、ここにしっかり車を落とせば、うん、ハンドルを握らなくても車が曲がっててくれます、はい、遅すぎると、ま、今みたいに内側に入っちゃうし、早すぎると、ここから漏れて、こっち側にバーンってぶつかっちゃうんで、ここはあのバンクの中に入って、多分ね、80キロから100キロぐらいでいると、ハンドル手放しでもう、ダーッと走っててくれるんですよ。それが一番レコードラインなんだよ。レコードライン。まあ、だからその上はもうほんとダスティーで、もうゴミとか浮いちゃってるんで、うん、今みたいにちょっとあの坂を越えちゃうと、もう急にグリップなくなっちゃって、壁に刺さっちゃいます。
ここともう一箇所同じようなバンクがついてるコーナーあるんですけど、そこがね、まあ、ニュールでは有名な、まあ、そのさっきのジャンピングスポットと今のバンクのコーナー、ジャンピングスポットと、はい、平手公平コーナーと今のバンクと、はいはい、4箇所ぐらいありますね。ですよね、はいはいはい、4箇所。サーキットはね、あのなんかね、最初名前がない時に誰かがこう転倒したりとか事故なんとかコーナーってなりますね、つきますからね、はいはいはい、だから多分そこは多分平手公平コーナーって多分弱る向こうでも、いやいやいや、いろんな人事故ってるから多分あそこは、うん、はいはいはい。そうでもね、ニュルはね、もう一つねジャンピングスポットがあって、この後来ます。この後左左、ね、右に一回折れて左に下るんですよ。この後右に一回折れますよね。左、はい、左左降りて左に下る。じゃあまだですよ、まだです。ここを下ります。はいはいはい。あれここだったかな、ここだったかな、あ違うな、ここじゃないかな、あれもう過ぎちゃったかな、あ違う違う、この先に来ます多分。はいはい、来るかな。あ、来る来る来る。このね、ギャラリーコーナー、ここ。あ、ギャラリー、はいはい、ギャラリーいる。あれ？ギャラリーに、うん、今手振って挨拶した。うん、あれ？今のとこじゃなかったかな。ジャンプじゃなかったかな。でも今のだってストレートじゃないからジャンプできないでしょ。そうですね。じゃあ今のとこじゃないのか。でもね、もうね、あの終わりの方ですよ、このサーキットも。てかでも本当に普通に。うん、普通にこのブレーキもステアリングもそうだけど、うまいでしょ。いや、体が普通に反応してるっていうのは本当に。あ、ここ来た、来るよ来るよ来るよ。ブレーキングポイント、ジャンピングスポットじゃなかった。なんなん、ジャンピングスポットあったはずだけどな。はい、なんかもう一人実況が始まっちゃってますけどね向こうで、はい、聞こえてるかな、はい、アリアーとか言ってますけど、はい、強くなったってレベル上がったみたいな、ね、すいません皆さん、はい、あちらでちょっとゲーム実況やってるあの自分の息子がいます。レベル上がる分にはいいよね。まあそうだね、強くなる分にはいいですよ、はい、今のとかでドラクエのレベルアップの音楽も入ってると面白いかもしれない。テレ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 ってやつね。使っていいか分かんないけど。はい、もう一つのバンクがここに来ます。はいはい、はい、皆さん注目ですよ。ほら路面にほらパッチが当たってるでしょ、ここほらここも内側に入って曲がらないと外はみ出しちゃうんですよ。はい、でもあそこは軽くさって舐めていく感じのコーナーですね。さっきみたいにがっつりこうバンクの中に入るっていうよりかは、うん、しっかりクリッピングポイントに入るときにそのバンクに入って出る感じ。なるほど、一瞬しか使わないし、うんうんうん、あそこはで、ここを過ぎてもう右コーナー曲がったらもうニュルの、一番長いストレートが来ますよ。どんぐらい長いですか。ここどんぐらいですかね、ちょっと調べてみないと分かんないですけど、ね、結構長いですよ。富士よりは長くないでしょ。いや富士より全然長い。富士より全然長いの。全然長いよ。え、じゃあ富士はだったら 1.5 あるって言ってんだから、まああれは国際格式コースで、ほらもうこれ見てこれ今ずっと今ストレートだから。これ北海道だ、北海道。いやもうずっとストレートだよこれ。もうガードレールだから見て超長いでしょ。多分富士のストレートよりは全然長 い、うん、ちょっと調べてください、その辺森氏。ごめんね、はい、ほらずっと長いストレート、うん、地平線見えてるもんだって。気をつけなきゃいけないのが、本当にこの先下るんですよ。一気に下るときにまだ下らない。もうちょっとだな、これがブリッジ見えてきたでしょ。なんか来た、うん、こっから下るんだけど、この後下った後にね、超高速の S 字が来るの。高速 S 字、もうほらこれ見えてるでしょ、目の前にちょっと S 字が。あれ S 字なの。ただこのね、ブレーキングポイントが難しいの、ここまだまだブレーキ我慢って、この辺でブレーキ踏んでいかないと間に合わないんだよ。まあこの車だったら全然間に合ったね、うん。でもね、本当にあの速いね、今のポルシェとかあの GT3 とかで走っちゃうと、まあ GTR でもそうですけど。これでもね、よくはい、これで一周帰りましたね。これよくほら32とかの開発の日はあれ出るのが、うん、最初プロトタイプをまず一回完成車作ってから持ち込んだら一周持たなかったっていう話があるじゃないですか。一周持たないっていうのは、まあ、車 の、 そのブレーキとかもとにかくもう何も持たないっていうあって、いやでもそうだよね、あんなの。いやだってこんだけ高低差もあってブレーキも踏むし、全開区間もあるし、全開区間も長いからエンジン、それもブレーキもきついし、足も当然も、ね、あのスピードでこんなロールしなきゃいけないわけでしょ。足回りがね、やっぱほら結構バンピーだし、うん、だから本当ね、ここのコースで
もう各メーカーが今そのロードカーの開発にするっていうのはもうめちゃくちゃ意味があることだし、だっていわゆるスポーツカーじゃなくて、はい、ラグジュアリーセダンでもここ持ち込むぐらいですからね、うん、はい、もうその方が結局根本的な基礎が、うん、鍛えられるからみたいな理由でやっててっていう、うん、しかもさすがですね、すごいですよ、いっぱい入りますよ、これ、うん、じゃんじゃん入るね。じゃんじゃん入る。これでちゃんとお詫びしないと。これでね。さっきのサングラスを買えばいいですか。そう、サングラス。そうしましょう。はい、ね、動画を見てくれてありがとうございます。この動画が良かったら、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。その他にも、こちらに楽しい動画がいっぱいありますので、もしよかったら見てってください。それでは。